はい、どうも、登る巨人です。本日もご視聴いただきありがとうございます。今回は小川山屋根岩一方メインウールの方で登ってきた時の動画でございます。えーまあ、9月結構屋根岩の一方周辺に、ね、行くことが多くてですね、特に一方当面エリアでいろいろ登ってきたんですけれども、はい、そちらの動画を作ってたらですね、 ええー、はい。外付けハードディスクのデータが飛んでしまいまして、なんなら、その後ハードディスクも読み込みしなくなって、はい。作ってたね、動画がおじゃんになってしまいましたと。はい。で、えー、その動画はお蔵入りさせていただきます。はい。ということで、まあ、あの、まだデータが残ってた屋根岩一方のね、はい、動画をお届けです。はい。 えー、一方ね、メインウォールはかなり乾きが早かったですね。えー、この日はですね、前日の夜、てか何なら朝、えっ、ー、と、夜中までね、えー、雨が降ってて、えー、登れるか心配だったんですけど、まあ、早朝行ってみたらしっかり乾いておりましてですね、はい。快、は、適、い、にクライミングができました。えー、このカウベルは、 えー、何面になるのかな、えー、午後に日が当たるような面で、午前中は涼しく快適に登れるかと思います。はい。えー、11D なんですけど、まあ、ミックスルートですね。上部は、えー、ナチプロで、えー、プロテクションを取らなきゃいけないようなルートになってますので、えー、ご注意ください。はい。 カウベルですね。カブが、こう、ルートファインディングが難しくて、まあ、直上しようと思って取り付いたんですけど、直上できそうになくて、ちょっと右巻きに、はい、ムーブを、えー、起こして登るような形にしました。はい。に、えー、3ピン目、2ピン目 ?3 ピン目から、ちょっと右に逸れて、また戻ってくる感じで、 えー、登った感じですね。はい。<laughs> うん。まあ、こう、シビアな足でのトラバースは結構嫌ですね。うん。まあ、僕は、あの、結構タッパがあるので、はい。右壁を少し使いながら、まあ、安定させて登っていったんですけれども、うん これは、どうやって行くのが正解なんですかね。うん。自然とそうなっちゃったんですけど、もしね、登ったことあるよって人は、えー、どうやって登ったか、ぜひ教えてください。はい。まあ、こちら、イレブンデーということで、実はね、 これ、あの、オンサイトトライの動画でして、はい。オンサイトトライは実は登れませんでした。で、2便目で、えー、登れたんですけれども、えー、動画があまりにも逆光すぎて何も見えなくてですね、はい。えー、1便目の動画をちょっとね、えー、切り取ってというか、つなげて、えー、作っておりますので、 はい。たまに変なところがあるかもしれないです。はい。そのね、ね、ぎはぎに気づいた方は、気づかなかったふりをしてあげてください。はい。よろしくお願いします。はい。もうカが、その、結構こう、ムーブの組み立てが、えー、難しいようなパートになってて、そう、結構、 この後は縦引きホールドが続いて、えー、バランスが悪かったですね。まあ、縦引きのホールドからちょっと遠いガバに距離を出さなきゃいけないと。うん、<laughs> はい。オンサイトのトライはこの上で落ちてしまったんですが、これからそのパートに入っていきます。 はい。10月のね、半ばが近づいてきて、一気に、えー、シーズンの気温になってきましたね。朝方とか、まあ、7時とか、8時とかは、やっぱ10度下回ってたりするような日も増えてきて、うん。シーズン来たーって感じですね。まあ、ルートの場合ね、あんまり寒いと手がかじかんでしまってね、 どうしようもないので、まあもうちょっとこの快適な気温が続いてくれることを祈るばかりでございます。はい。今はね、あの、水垣で、一個スポートルートの、まあプロジェクトっていうのかな。はい、今打ち込んでるルートがあって、はい、なんとかね、あのゲート閉まる前にやっつけたいんですけれども。どうでしょうか。この前ね、ムーブが、 やっと決まって、次から、レッドポイントトライが始まるって感じなんですけど、うん。さて、下部を超えまして、上部が、えー、クラック、セクションに入ります。えー、ただ、えー、まあ、ジャミングができなくても、まあ、フレークをレイバック気味に持ったりとか、フェースのホールドを拾いながら、 ま、登ることができるかなっていう感じですね。えー、っとで何番使ったか、ちょっと正確には覚えてないんだけど、コンマ、4、コンマ、75, コンマ、0.、コンマ、4ぐらいかな。まあ、ちっちゃめの、え、キャメロットを使って、え、登った感じですね。うん。おっきいのは使わなかったかな。<laughs> はい、確か、 トポにちゃんと乗ってたと思うんで、はい。そちら、を確認ください。はい。上部のね、クラックパートは、えー、まあ、ちょっとバランス悪いかな。まあ、ジャミング、登りをした方がいいのかな。まあ、フェース登りでも全然対応できるような感じになってると思います。はいで。抜けが、えー、ちょっとマントルチックなムーブが入ってくるんですけど、結構、 まあ、トライしてる人多分そんなに多くないっぽくて、えー、すげえシャリついてました。シャリシャリですね。シャリシャリ。結構砂っぽくて、うん、怖かったですね。はい。カウベル、ま、11D なんですけど、かなり面白いんで、まあ、あの、株のセットできる人は、ぜひトライしてみてもらいたいなと思います。はい。 なかなかね、株と上部で違ったこう、クライミングを味わえるし、緊張感があってね、楽しいと思うんで、はい。ぜひ登ったよって方はね、コメントで教えてください。さあもうちょっとで、トップアウトですね。はい。俺はね、午前中登ったんですけど、まだ朝は寒くて、 指バチバチって感じでしたはい終了点はしっかりと、えー、残地があるんでそちらで降りてこれますはい続いてのルートはこちらも屋根岩一方にあります カントリーロード 12A。これもミックスルートですね。はい。株がですね、ちょっとワイドっぽい。そういう、なんていうんですかこう、バランスの取り方をしなきゃいけないパートがいきなりあります。はい。<laughs> <laughs> このね2ピン目から3ピン目の間が結構ホールドが乏しくてまあ横角をうまく使いながら登っていくんですけどはいちょっとこうなんていうのかなワイドっぽい感じでバランスをとってあたがっていく必要がありますでまあ この時は気づいてないんですけど、今持ってる左手の下ですかね。アンダー気味に弾けるホールが実はあって、はい。それに気づかずに、まあ、悪戦苦闘するという感じですね。まあ、こう、これな何だろう。ステミングっていうのかな。ステミングじゃないか。 まあなんかこう、ワイド的なバランスで、はい、収まっております。もうなんか座ってる感じですね。酔っかかってるというかね、座ってる感じ。はい、この夏のクラックトレーニングが少し、え生きてきた、えーパートですね。昔の自分ではできなかったかもしれない。 これでも実はねうん、6、7年前ぐらいに一回やったことがあって、その時はクラックやってなかったからカムも持ってなくて、そのアチプロのパートを、はい、なんか取らずに、確かランナウトして死にそうになった思い出があります。はい。はい、今回は、ちゃんとカムでプロテクションを取って、はい、えー、行ったんですが、 かですね、4ピン目の先が1回、えー、ボルトがなくなって、まあ、クラックに、えー、プロテクションをセットしなきゃいけない感じになります、はいまあ、ここは人によってはしっかりフィンガーとかが、えー、効きますね僕はあのーまあ、ここはフィンガーしつつちょっとレイバック気味にバランスをとって えムーブを起こしていくような感じですね。はい。コンマ75かコンマ5ぐらいをセットできるんじゃないかと思います。はい。ここで、まあフィンガー、僕はフィンガーですね。決めて、えムーブを起こしました。はい。で、これ実はね、核心が 最後に待ってまして、このアンダーフレークパートから、えー、ちょっとスラブっぽい、残しを超えないといけなくてですね、ちょっと遠いんですよね、アンダーカーだと。なので、えー、正面に見えてる木のところっていうのかなそこに、まあ、フレアしたクラックがあって、まあ、そこにハンド決めて、 a m メーこしたんですけど、ちょっと繋げてきたら、効きが甘くて、結構ギリギリでした。はい。なんとか止まってよかったですね。はい。こっからは、あとは落ち着いて、残しをして、えー、立ち上がっていけば、ビクトリーという感じですね。カントリーロード、いろんな要素が入っててね、めちゃくちゃ面白かったですね。まあ、こちらも、まあ、基本的にはカムセット、 できる人の方が、まあ、トライしやすいというかまあ結構危ないグラウンドは多分しないと思うんだけど、まあ、場合によってはそういうリスクもあるんでまあしっかりとカムセット技術を磨いてぜひ皆さんトライしてみてくださいはいということで屋根岩一方コレクションでした最後までご視聴ありがとうございましたバイバーイ